皆様こんにちはただいまより EAFFE 1サッカー選手権2022決勝大会に参加するサムライブルーそしてなでしこジャパンのメンバー発表オンライン記者会見を始めさせていただきますまず本日の登壇者をご紹介させていただきます皆様の画面右から公益財団法人日本サッカー協会技術委員長反町康晴でございますよろししくお願いしますこんにちは 続いてサムライブルー監督森康はじめですこんにちはよろしくお願いしますそしてナベシコジャパン監督池田太史でございますこんにちはよろしくお願いします最後に公益財団法人日本サッカー協会女子委員長佐々木紀夫でございますこんにちはよろしくお願いしますそれでは両チームのメンバーを画面にて発表させていただきますお願いします はい、えー、それでは、登壇者からそれぞれ一言、えー、ご挨拶をさせていただきたいと思います。えー、まずは、反町委員長、お願いいたします。はい、えー、皆さん、こんにちは。イーワン、e、選手権がいよいよ始まります。二十六名、えー、森安監督含め、スタッフの中で話し合いをした中で、えー、こうしたメンバー発表に、えー、至っております。 今回が9回目になりますが、そのうち日本は優勝タイトルは1回だけです、韓国は5回で、中国が2回です、そうした意味でも、日本はこのホームで、日本でやるという大会も含めて、ですねぜひとも優勝を狙ってやっていきたいなというふうに考えております。以上ですすすありがとうございます続いいいいまま続て佐々木委員長お願いいたしますはい 皆さんこんにちは女子委員長の佐々木です EU1 選手権なでしこジャパンはカシマスタジアムで中心にだいいたややらせていただきますぜひカシマスタジアムへですね足を運んでなでしこジャパンを応援していただければと思いますメンバーについても新鋭の若い選手もまた新たな初めての選手もおります新たな選手たちのですね躍動も 楽しめると思いますのでぜひ注目をしていただきたいと思いますもちろん、えー、優勝をしっかりと勝ち取っていただけると思いますのでぜひ皆さんのご支援よろしくお願いいたします佐々木委員長ありがとうございます森安監督お願いいたします 皆さんこんにちは今日もメンバー発記者会見にご参加ありがとうございますこの e 1選手権で我々の目標は優勝することをあの目標に戦いたいというふうに思っていますまた戦いの中で日本の戦争をより厚くするそして 結果をもって内容をもってワールドカップに向かっていければと思いますまた今回のメンバー編成は国内組 J リーグで活躍している選手たちのメンバー編成となっています国内組の選手たちの価値を上げる J リーグの価値を示すという戦いができればというふうに思っていますよろしくお願いしますありがとうございます 池田監督お願いいたします、はい、皆様会見に出席のメディアの皆様日頃より代表活動へのご協力ありがとうございます、まあ、この度 E‐1 選手権のメンバーを決定するにあたり、まあ、まず我々なでしこジャパンは来年の7月にワールドカップを開催されます約1年後です その1年後に向けてのしっかりとした底上げをしたい、また代表経験の少ない選手、またいろんな組み合わせを試す、そういった場にしながら、さらに勝利を目指す、そういったところを考えて、メンバー編成を進めてきました。 また、試合のみならずこの E‐1 選手権の間に行われるトレーニングの中でそれぞれの選手の個性やその成長また特徴をつかみチームとして一つずつ成長させていければなと考えておりまますすぜひ応援よろししくお願いいありがとうございます。 それでは Zoom でご参加いただいているメディアの皆様からご質問をお受けしていきたいと思いますメディアの皆様でご質問の意思がある方は挙手ボタンでお知らせくださいまたご質問の前にご所属とお名前をお知らせくださいお時間の都合で全てのご質問にお答えできないかもしれませんがそちらもご了承くださいそれではご質問いかがでしょうか えー、共同通信、出島さん、お願いします。 平島さんすいませんご質問がこちらにちょっと今音声が届いていないようですのでちょっとお待ちください。 聞こえますでしょうか。はい、聞こえます。失礼しましあ、聞こえますか。すみません。えー、失礼しました。えっ、ー、と、すみません、男子の森リ監督にいくつかお伺いしたいと思います。えっ、ー、と、まああの男子の場合はですね、えー、まあワールドカップの本大会が目前に迫っている中でですね、えー、国内組でのまあ活動ということになります。えー、まあ過去にはですね、えっ、ー、と、下北選手がまあブラジル大会の前に。えー まあ、チャンス、この東アジアで、えー、掴んで、えー、ワールドカップに入るというようなあ。あ,あこともありました。えっ、ー、と今回もおまあ、ワールドカップの可能性がある選手を呼びたいと以前お,お,お話をされてましたけども、えー、その一方でかなり。まあフレッシュなメンバーも多いと、まあ、このワールドカップ。 を見せた上でこの東アジアをどういうふうに戦っていくかまた選手にどういうふうなこう意識づけをして臨ませるかワールドカップと絡めてどういう大会にしたいかをお伺いできればと思いますよろしくお願いしますはい、えー、まずはあのこのイーワン選手権一つのあのタイトルを争う大会だと思っていますので、えー、日本代表として、えー、優勝を目指して戦うというところ、えー をあの選手たちととも共有して戦いいい臨みたいと思いますその中でワールドカップにつな,がるつなげていくために選手のパフォーマンスを見てこれまで招集した選手そして、これからワールドカップに向けて選手たちのスカウティングをしながらメンバーを決めていくという。 部分のあの選考というところも含めて、えー、戦いたいというふうに思っています。ありがとうございます。えっ、ー、と私からもう一点だけ。えっ、ー、とまあ、周囲ということもあるんでしょうが、あの横浜から7人ですかね。えー、かなり大量の招集となりました。えー、まあ、それぞれその,のポジションであったり。 選手の個性は違うんですけども、まあ、横浜から7人も選んだというところで一、まあ、つ、ちょっと理由をお伺いできればと思いますすそうですねあのシンプルに今、J リーグでトップを走っているチームだということそして内容的にも強度の高いインテンシティの高い戦いをして。 またチームとしての,あの戦術的な戦いをしながらもこのクオリティを発揮するという部分試合を視察させていただいている中でメンバーを決めました。まあ、個人的にももチームとしてもあの 結果を出しているということはまず評価しなければいけないところだと思いますし今回は基本的には J1 の18チームを対象にスカウティングを日頃からしている中でもさらに深く E1 選手権に向けて 視察してきてメンバー選考をしてきました他のチームにもたくさんいい選手はいて非常に選考の部分では難しいところはありましたがやはり結果という部分をしっかり受け止めながらこのクオリティを見ていくということをさせていたただきましたありがとうございます。 手島さんありがとうございます朝日新聞克美さんお願いします朝日新聞克美ですよろしくお願いします、えっと、総理町委員長が委員長ですが今回は小池選手初選手,初選手ですが JFA アカデミー

所属することになってこうして階段を上って最終的にサムライブルー A 代表の方につながったというふうに思っていますで今まで活動している中でアカデミー出身でアンダーカテゴリーの代表はたくさんいるんですがサムライブルー A 代表に選出されたのは初めてですので JFA としてあの。 力を入れてきたことが成果として表れているのは本当に嬉しく思っていますし今後、そのアカデミー活動に従事している皆さんにも大きな励ましになると思いますのでぜひとも選ばれただけでなく試合の中でも活躍していただくことを期待しております。 大迫選手、酒井宏樹選手、長友選手という3人は、とにかく招集しない方針であることを少しお話もされていましたが、改めてこの3人は入れないっていうのは、そのコンディションを例えば、よりこうちょなてうす、ね、整えても、ために少し休みを入れたいということなのか、こうやって今回、いろんな選手を呼ばれていますが、新しい選手に少しでもチャンスを与えたいってこというはその辺を改めて、お願いできると思います。 そうですねあの今のご質問で後者の,の、えー、一番最後に言われたことをが先ほどあのおっしゃられた3人はすでにワールドカップでもレギュラーとして、えー、もうすでに経験値が高いところはありますのでこの E‐1 選手権、えー、国内組での編成と、えー、なっている中より、えー 経験の浅い選手たちにこの、あのー、国際舞台での経験を積んでもらい、えー、日本代表として、えー、勝利を目指す優勝を目指す戦いをして、えー、この、あのー、成長につなげる価値を上げるというところにつな,、えー、つなげてもらえればなというふうに考えています。ありがとうございました。 ありがとうございます。中国新聞山本さんお願いします。こんにちは、中国新聞の山本です。お世話になります。の森安監督にお伺いしたいんですが、えっと先ほどの横浜と被るところはあるんですが、広島順位の割には6人選ばれてるんですが、ことしてそのまあ目立ったというか、えー、見てみたい選手が多いということでよろしいんでしょうか。 おしまずはこの部分で、えー、我々が視察を重ねている中でいいパフォーマンスをしている選手だということで選ばせてもらっています、また、あのー、チームとしても非常にアグレッシブに戦う、攻、え、守、ー、ともにアグレッシブな姿勢がこう見えている中、えー チーム戦術もあのいい戦いをしているという中での、えー、この、えー、輝きを放っている選手たちを賞種させてもらいました。ありがとうございます。それとあのごめんなさい、もう一つ大阪選手あのキリンカップキリンチャレンジでも選えらばれてましたが、えー、何かこう彼の特性みたいなところ注目されてるところあったら教えてください。 そうですねあのまずは守備の部分において、えー、非常に、えー、シュートストップの,あの反応がいいというところ、えー、またあの、クロス対応等々、えー、守備範囲を広く守れるという部分とプラス、えー、我々は。えー 東京オリンピックの代表の,あのメンバー編成から彼の成長を見てきていますがまだまだ伸びしろがあるというところ、えー、前回招集させてもらった、えー、キリンカップキリンチャレンジの中でも彼の成長、えー、を見せてもらいましたので、えー、今回の招集にあの至りました。ありがとうございます。 ありがとうございいいままます。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 さんおお願願しししよろくフリーランス川地ですあの森保さんと太さん、まあ、それぞれ1つずつあるんですけど、森保さんはまずあのあのコパアメリカで招集歴のあるあの杉岡選手とか岩田選手の招集っていうのは、すごいあの嬉しいんじゃないかなっていうあの、一時期やっぱり壁に当たったところからまた跳ね返してで、東京五輪に選ばれなくても、こういうところにまた戻ってきたっていうことに対してのその思いみたいなところがあればお願いします。 そうですね、あの本当にうれしく思っています。えー、我々、えー、日本代表の活動は日々あの選手を見れる、えー、ということではないですが、えー、我々の活動の、えー ただ、たびに選手がどれだけ成長しているかということを見させてもらうのは非常に楽しみですし視察を通して選手たちの成たを見させてもらうのも非常に楽しみであり 素晴らしい仕事をさせてもらえているなという,ふうに思っています、その中で東京オリンピックにはおっしゃられる通り、あり選べなかった選手が、えー、しっかり、えー、自チームの活動において、えー、成長をあのしてくれているレベルアップをしてくれているということをあの見られるのは非常にう嬉しく、えー、思います。えーまあ、今回はあの 今名前を挙げていただいた岩田であり杉岡でありという選手たちが代表に選ばれましたが違う選手ももちろん成長しているところを見させてもらっていますしまだまだ選手たちには自分たちの可能性を信じて成長すれば もっと高いところに行けるというところをこの2人が示してくれたらあの嬉しいというふうに思います。ありがとうございます。あの質問ではないんですけども野津田選手とか宮地選手の復帰もすごい嬉しいです。はい。であとふとしさんなんですけどあの欧州で一定のこう成果を上げてきた中で今回改めてそのまあ、国内組中心ではありますけども。 あの経験を積ませたいだけじゃなくてやっぱこう新たな武器だったり本当世界で戦うための強みっていうのを出していくためのなんかポイントみたいいい。なのがあればお願いします。はい、あのヨーロッパ遠征で1、えーまあ、つ前線からアグレッシブに戦おうというところを共有しながらあ、まあ、得点もさまざまな選手が取れたりですさまざまなコンビネーションからの攻撃ができたというところは確かに収穫でした。 でえー、そこからまたさらに世界で戦うために一人一人の子ではがせる選手ですとかまた、あのー、相手にあ合わせることのあるう、まあ、時間帯じゃないですけどもこちらがイニシアチブを取って攻撃している時,も時の時間帯やまたあ少しゲームをコントロールできるようなそんな、えー、ゲームプラン ゲームの進め方みたいなところもチームとして共有していければなとも思ってい,ます、まあ、いずれにせよいろんな選手を見ている中でチームとしての積み上げてきたことを完成度を高めていくところと個人の良さ、個人の武器というところを世界と戦える選手かどうかというのは見極めていきたいと思っていますありがとうございます楽しみにしてますすしいいありがとうござ船木さんお願いします。 あえー、おお世話になっております、船木と申します。えっと お二方に、えっと、両監督に一つずつコメントで質問させてください。まずちょっと池田監督に一つですが、えっと、今回招集したメンバーの中でまあ初招集が2人と、まあ、これまであまり招集していなかった選手たちも何人か含まれています。なで,、まあ、でしこの選手たちはまあ基本的に国内組はまあシーズン指導したばかりということで、なかなかこの2か月、パフォーマンスを見る機会もなかったとは思うんですが、こういったこう新しく呼んだ選手たちのパフォーマンス そうどういったところで評価して今回昇進に至ったのかというところをまず教えていただけますでしょうか。はい、あのご質問ありがとうございます。あのおっしゃる通りウィ、えーリ、えーグは初年度を終了してまあ、現時点ではオフ期間がありそこから今指導しているチームがあるといったまあ、そういった時期であります。そういった中でこのメンバーを選ぶにあたり昨年のまあウィーリーグ シーズン通してのパフォーマンスをの中で選手それぞれの特徴が出ている見えてきているそして自分を表現できている選手その選手たちがこのなでしこのグループに入った時にどのようなこう輝きを見せてくれるか、まあ、そういった、まあ、ひとこの短い期間だけでの評価だけでなく昨シーズンウィーリーグの中を通じて選手を 先行するにあたってまたこのグループに呼んだらどうなるかどういう,ふう変化が起きるかというところまあそういった期間限定ではなく通年を通して考えたところもありましたありがとうございますもう一点森安監督にお願いいたしますえっとフレッシュなメンバーがま多くて若い選手も多い中で えとまあ、先ほども質問に出ていたマリノスから、まあ、水沼選手と宮市選手、まあ、もう今年三30代になる30代,30代に入っている選手たちを招集しました、まあ、彼らは、まあ、年齢的にもこのチームでもかなり上の方にはなると思うんですが、まあ、期待することであったりどういった点を今回、評価して招、えー、集したのか教えていただけますでしょうか。そうですね、あのー 今挙げられた2人の選手たちはチームが今、J リーグでトップを走っている中でチームの勝利に貢献できるチームを勝たせられる存在感を発揮している選手たちだというふうに思っています。 これまでの経験を生かしてほしいというところはありますが、一選手として、この代表の中で自分の存在価値を示すというところ、そして仲間とつながりながらチームを勝たせるということ,をことにフォーカスしてプレーしてほしいなと。 2人とも、あのー、特徴があって自分の武器があって、えー、チームで、えー、存在価値を、えー、存在感を示しているというところ水沼選手であれば、えー、サイドで起点になって、えー、クロスで、えー、得点チャンスを演出するというところでゴール前にも入っていけるでハードワークもできるという部分。 宮市選手はあの爆発的なスピードで、えー、上下動しながら相手のゴールに迫っていく、えー、得点もできればアシストもできるというところあの非常に武器を持っている選手たちだと思うのでその武器をあの思い切って発揮してほしいなというふうに思っていますありがとうございまますすありがとうございい富高さんお願いします。 はいフリーランスの富高といいます、女子の池田監督にお伺いしたいんですけれども、聞こえてますでしょうか、はいえー、池田監督にお伺いします、あのゴールキーパーの平尾千佳選手、アルビレックス新潟レディースの選手ですが、久々の招集となりました。えーまあ、怪我もああってここまであの 遠征などにも参加してなかった感じでしたけれども今回の選考理由そしてあのどう活躍してほしいか教えていただけますでしょうか、はい、あの彼女はもちろん怪我といろいろありましたけれどもその日頃のパフォーマンス新潟でのパフォーマンスもそうですしまたグループとして3人ゴールキーパーがいる中で常に自分の役割を 全うできるまたクロスボールに対しての思い切りの良さですとかそういった彼女の特徴もぜひ出してほしいと思ってますし本当にこう日頃のメンタルバランスといいますか取り組みも含めパフォーマンスも含めてしっかり安定しているそういったところで今回。 招集するタイミングとなって、えー、呼ばさせていただいたので、まあそこは彼女の持っているものを常にピッチで表して、えー、チームに力を与えてくれればなと思ってます。あの先ほど船木さんのお話もありましたけど、あの今リーグまあ中断の,の終わった後にまた始まったばあのトレーニング開始したばかりでという中で、あの監督は。 その平尾選手の様子というのはどのような形でご覧になったりしたんでしょうか、はい、あのスカウティングに関しましては我々のゴールキーパーコーチがあの他の各所属チームのゴールキーパーもしくはゴールキーパーコーチ、まあ、私も各監督さんといろんなコミュニケーションを取りながらいろんな情報を収集してまいりました。 それとまた平尾選手で言えば過去での代表経験のそういったこう経験値も踏まえて今回の招集に当たりましたはいありがとうございましたありがとうございますありがとうございます今手が上がっている4名の方で質問は受付終了したいと思います森さんお願いしますあ、えー、こんにちはフリーランスの森と申しますよろしくお願いいたします えー、森保監督に二つ質問させてください、えー。今回呼んだメンバーというのは。もう、あの、ほぼ、予備登録メンバーに入るというふうに考えていらっしゃいますでしょうか。そうですね。えー、っと、今、あの、質問していただいて。えー、まず、そこは、わからないと。 ワールドカップの予備登録メンバーの、えー、締め切りギリギリまで、えー、視察を重ねながら、えー、スタッフで議論して決めていきたいというふうに思っています。えー、今回選ばせていただいたあの選手たちはあの間違いなく力を持っている選手たちばかりだと思いますが。えー このメンバーに選べなかった選手も同等の力を,選手も力を持っている選手たちもたくさんいますのでそののあのパフォーマンスであったりというところを考慮しながらまたワールドカップに向けてのメンバーのリストは作っていきたいと思っています。ありがとううございます。もう一問。あのま周囲の 横浜 F マリノスから6人選ばれて、まあ,あ、3位の川崎から3人、で、4位の広島からは6人なわけですけれども、えー、こちら2位の鹿島の選手というのが誰も選ばれてないというところがちょっと、えー、どうしてだろうというのが思ったんですが、まあ、あの、鹿島となんか森保監督のやろうとしてるサッカーの方向性が違うのかなとか、 なんそこら辺はどういう考えでこうなったかというのを教えていただけないでしょうか。そうですね。あのー、鹿島も非常に、えー。インテンシティの高い。えー、講師ともにアグレッシブな、あのー、サッカーをいいサッカーを、あのー、されていると。いうふうに、あのー、思っています、えー。鹿島の選手たちも、あのー。 候補として見ている段階では数名の選手をリストアップさせてもらいながら試合をあの見てきました。実際あのこの選考に選考のタイミングで遺跡であったりという理由等々ありまして選べなかったというところはあると思います。 わかりました。ありがとうございます。ありがとうございます。松原さんお願いします。ヴィランスの松原です。えっと、池田太史監督にお話を伺えればと思います。よろしくお願いいたします。お願いします。 先ほどの質問にもちょっと重なるのですがあの初選出として、まあ、今回、の千葉の林かなえ選手と相模原の杉田亜美選手が初選出でその他に今高平選手、中島選手と井上選手は後方入りはしていましたけれども大会では初ということであの中でも特にこの林選手と杉田選手をあの先行されたポイントについてぜひ伺えたらと思います、はい。林選手についてですが まあ、彼女は本当に、えー、所属チームの千葉でしっかりとディフェンスラインをこうまとめ上げ、えー、そして、えー、守備のお統率をお取りながらまたあビルドアップでも冷静に準備しながらこう落ち着いたプレーは本当にこうシーズン通して目についていましたので、まあ、そういった選手がこの我々の,この今のなでしこのディフェンスラインに入った時に、まあ、どういった プラスどういった効果は得られるのかなというところを一回グループとして見てみたいというところもありましたし本当に彼女に関しましては怪我で出場できていない時期も多少ありましたけどもそういった中でパフォーマンスを総合的に評価してまたディフェンスラインの厚みが出るんじゃないかとそういったところは 期待していまあ杉田選手も同様に所属チームで本当にボールへの関わり常に動きを止めたいそういった関わり続けられる選手だと思っていますでそんな中で自分たちの我々の切り替えの早いサッカーにおいて彼女の良さが出るんではないかとそういったところも期待して今回招集させてもらっています。 ありがとうございます。もう一つ伺いたいんですがあの今大会は2019年に続いて連覇がかかる大会となりますけれども最終戦であのアジアカップ先日のアジアカップで敗れた中国との対戦もあります。あのフィンランド戦の二連勝を受けてまあコンセプトが浸透してきたところだと思うんですけれどもその中で今大会で出したいこう内容面の成果というのはどんなところかを教えていただければと思います。はい。まあアジアカップで韓国とは予選 対戦ででは引き分けししたし中国戦では同点そして PK で敗れているというところその悔しさというのは、まあ、私もそうですけども,もう選手たちも本当に味わっていることだと思いますのでそこは今大会でしっかり表現してくれることと思っていますその中で、まあ、戦い方、まあ、先ほども少し話しましたけども試合の中のゲームコントロールですとかプレスの強度を持ちながら またその、それに対する相手のカウンターにを,を仕掛けてくる相手に対してどう準備して対応するかなど、その対応力というところ、相手の変化に対する対応力というところは、韓国戦も中国戦も少し考えて準備してトライしていきたいと思っています期待しております。 勇敢フジ久保さんお願いします勇敢フジの久保でございますこちらになっております聞こえますでしょうか、えー、森安監督に質問があります、えー、絶対に決まってないという答えを分かっててあえて質問させていただきますが今大会の男子代表のキャプテンは誰でしょうか例えば32歳で選ばれた水沼光太君なのかは一人候補だとは思うんですがその辺のあたり のところも聞かせてくださいお願いします。そうですねあのーえー、実際反応選手のあのー、集まったところで、えー、発表したいと思いますが、えー、またにぐち選手を候補として、えー、考えています。 ありがとうございましたありがとうございます、えー、それでは最後に AFP、えー、マッカーリーさんお願いしますこんにちは AFP 通信社のマッカーリーと申しますえっ、ー、とソラガチさんにお願いしますとアジアカップ開催招致の締め切りは今週の金曜日となりますか。と日本サッカー協会は手を挙げる予定でしょうか いや最後に重い質問が来ると思いませんでした。あのおっしゃる通りで、えー、明日ですか。あまああの提出するかどうかっていうところなんですけども、まあ、現在検討はしているものの可能性としてはあまり高くないというふうに理解していただければいいと思います。はい。ありがとうございます。 はいありがとうございます、えー、それでは、えー、本日の記者会見は以上に、えー、終了したいと思いますありがとうございました